お見事しか出てこない。どこからともなく聞こえてきましたけれども、宇都宮市は本当にたくさんの競技開催されますけれども、そんな中でも今日はライフル射撃体験していきます。改めて今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。まずは競技の説明を教えてください。はい、じゃあ今日やっていただける射撃の方なんですけども、はい、ビームの方を体験してもらいます。ビームには2種類ありまして、はい、ライフルとピストルがそれぞれあります。手前から奥の方を覗いてこういうふうに合わせる形ですね。合わせる、はい、うわむずい、外れましたちょっと見本見せてもらえませんか。これやったらもう明後日になりますよ。じゃあやってみます。お願いします。上ですよね、はい、丸がここに来るように乗っかってるみたいな感じで乗っかってる状態。お隣っていうのは何の競技なんですか。向こうは10メートルのエアライフルっていう空気銃の方の競技になります。ビームライフルで、まあ、練習をしてある程度弾球という形である程度の点数を超えないとあっちのエアライフルには移行できない形の、まあ、ビームライフルよりも一つレベルが上がった競技になります。じゃあちょっと続いての競技なんですけれども、はい、すごいですね。ちっちゃすぎて的がよく見えないんですけど。そうですね、一応的がここに、はいはい、あります。この大きさの的を 50m で撃ち抜いているっていう状態、まあ、弾自体が 5.5 ミリのものなので、はいはい、その中で本当に数ミリのものを撃ち抜くっていう状態ですね。今伏せ撃ちドローンの競技をやってる子ですね、うん、伏せ撃ち以外にもあるんですか。はい、伏せ撃ち以外にも失射という形で膝撃ち、それから立射ということで、立って打つような3種類の姿勢で打つことがあります、はいはい、まあ、60分ぐらい、はい、打つような形になります。60分、 1時間かけて60発。そうですね、はい、てか1時間かけてこの競技やり続けるんですか。そうですね、その種目によっては、2時間とかっていう競技もあるので、はい、まだ、伏せ打ちの選手にとってはまだ時間が短い、競技の時間は短いかなっていうところではあります。へー、いやー、これは神経使いますね。そうですね、はい、10メートルと違って50メートルは距離があるので、うん、ちょっとした手のブレが向こうでは1センチずれちゃったりとか、結構するので、うん、本当に手元でしっかりと固定して打たないと着弾のところでちょっと変化しちゃうっていうのが本当に些細なブレが競技を左右するというか順位を左右するという本当に繊細な競技でもあります。いやー、お見事しか出てこない。これはすごい、しびれますね。このライフル射撃っていうスポーツは若い年齢の方から高齢者の方まで老若男女問わずできるスポーツなので、そういったところが一番面白いスポーツだと思います。もちろん栃木国体は個人種目で優勝することが目標で、今後の展望としては10月に控える本国体に向けて1ヶ月ごとにいろいろテーマを考えながら着々と大会に向けて調整できればなと思っております。